そう、分かったよ。先に行ってるよ。どないしたんや、神妙な顔して。私、ジョージを自分の復讐の道具にしてたんじゃないかしら。私の兄さんに対する子供じみた敵対心のせいで、あの子の人生を自分のおもちゃにしてしまってはいないかしら。ああ、私はなんてこと、なんてこと。そんなことあらへん。ジョージはどこに出しても恥ずかしゅうないわしらの自慢の息子や。仮にエヴァの思惑が多少混じっとったとしても、結果往来っちゅうもんやないか。エヴァはなんも悪うない。むしろジョージは厳しくしつけてくれたと感謝しとるくらいやで。本当にねえ、本当ジョージは私のこと嫌な母さんだと思ってないかしら。そんなこと、ただの一度も口にしたことあらへんで。エヴァの杞憂や。秀吉様、皆様下船なさっておりますよ。おや、何か落とし物ですか。お手伝いしましょうか。すまんな、ちょっとわしのネクタイピンがいかれてもうてな。もう大丈夫や、すぐ行くで。外で待っててや。そうですか。それでは表でお待ちいたしております。そろそろ行こうか。ジョージたちを心配させてまうで。私、本当にジョージに恨まれてない。ああ、恨まれてなんかあらへん。むしろ感謝しとるぞ。悪い夢でうなされたんか、また。とったらそんな夢もどっか行ってしまうでな。ほら、痛いわ。ありがとう。もう平気よ。降りましょう。降りようか。みんな待たせてるで。ごめんなさい。ん？さっきあなたのタバコの煙のことを怒鳴ってごめんなさい。普段ならそんなことで謝らんくせに。悪い夢見た後のお前は気弱でいかん。気にするなや。お前に煙が届いていることを気づかんかったわしが悪いんや。ならんならん。この程度で嫌いなんて言うとったら3日もたんで。ささ、たったたった、折れるで、折れるで。秀吉様、エヴァ様、大丈夫ですか。お体が優れませんか。大丈夫ですか。体調が気になられるようでしたら南條先生をお呼びしましょうか。
ありがとう。ちょっと貧血気味でね。もう大丈夫よ。婦人病中やっちゃ気にせんといてや。もうそんなの人に言わないでよ。恥ずかしいわ。おお、すまんすまん。どうぞエヴァ様、お手を。ありがとう。六軒島へようこそいらっしゃいました。おかえりなさい。私は何のために生きてる。何をどうすれば私はこの妄執から解き放たれるというの。6年前のことか。何しろ6年って言ったら小学校まるまる一つ分じゃねえか。覚えてろってのが酷な話だぜ。そうだね。特に若かった僕たちにとっては大きな成長の6年間だったはずだからね。案外自己紹介がなかったら思い出せなかったんじゃないかい。そうかな。私はバトラだってすぐに分かったぜ。口を聞いてさらに確信できたぜ。マリア、初めて会った。6年前わかんない。そうですよね。マリア様はまだ3つでしたものね。それを言われたら俺もだぜ。3歳の頃しか知らないマリアがこんなに大きく成長してるんだから、そりゃわからねえわけだぜ。しかし本当に背が伸びたね。僕も低いつもりはないけど、とにかくその身長には驚いたよ。6年前のことですとあまり覚えてはおられないのですか。だな。6年前のバトラからは想像がつかないくらいだったぜ。みんな案外6年も前のことなんか覚えてるもんだな。俺なんかかなり記憶があやふやだってのによ。だろうな。私たちのことを思い出すのに少し時間をかけてたみたいだもんな。あれはちょっと傷つくぜ。いや、さすがに6年前だぜ。覚えてろって方が無理があるぜ。6年前のことですとあまり覚えてはおられないのですか。私はつい昨日のことのように鮮明に覚えておりますが。シャノンは記憶力がいいからね。6年前にバトラ君がどんなことをしていたとか言っていたとかよく覚えてるんじゃないかい。そういや、そうだよな。シャノンって妙なところで記憶力がいいんだよな。
マリア覚えるの下手くそ。楽しいことはスイスイ覚えるけど、つまんないのは全然ダメ。シャノン、ちなみに6年前のバトラはどんなだったんだ？何かエピソードを覚えてないのかよ。そうですね、確かお帰りの際はこうおっしゃっていました。また来るぜ、 See you again、 きっと白馬にまたがって迎えに来るぜ。ギャーめー、うずかぜいいそういいそう、確かにそんな感じだった。6年前のバトラはそんな感じのバカっぽいセリフばかり言ってたぜハハ確かに当時のバトラ君がいかにも言いそうだな。うーん、恥ずかしい恥ずかしいああ最高に恥ずかしいぜ。マリアもきっと中学くらいになったらそういう恥ずかしいことが口にしたくなるからね。そういう時は口に出す前にチラシの裏に書いて3度読み直してから口にすべきかどうか考えるんだぞ。じゃねえときっと後悔するからな。いや、誰しもがそういう痛々しい時代をくぐり抜けていくのだ。そうさ、そして身の程を知り恥を覚えて大人になるんだ。そうさ、これは大人への過渡期なら誰もが犯す青春の甘酸っぱくて恥ずかしい消し去りたい記憶なんだ。うわー、覚えてないのかよ。まあ他にもいろいろと覚えておりますけれど、そのご本人もお忘れになりたいことみたいなので、これ以上は遠慮させていただきたいと思います。ぶっちゃけると俺はもう何も覚えてないんだ。頼むから思い出させないでくれ。おお、シャノンがバトラーをいじめてる。おう、ダメ、いじめはいけないの別にいじめてるわけじゃないんだよ。この話はこれくらいにしようか。でもシャノン、後でバトラ君のいないところでこっそり教えてね。なんだか面白そうだから。はい、かしこまりました。そう、そりゃねえぜ、シャノンちゃんよ。よー、ジェシカ。おお、なになに、なんでわかったんだよ。アトラ、お前見かけより人を見てんな。つっ、俺冗談で言ったつもりだったんだけど、本当に付き合ってんのかよ。くっ、声が大きいって。一応内緒の付き合いってことらしいぜ。特にエヴァおばさんの耳には入れない方がいいよ。なるほど、使用人との恋か。いやいや、でもいつの間に。はあ、6年ってすげえな。でも確かに兄貴なら人間もできてるし、シャノンちゃんも優しくてかい、お似合いかもな。
兄貴たち、付き合ってどのくらいになるんだ？どの段階から付き合ってると呼ぶのかにもよるだろうけど、確実に1年以上は続いてると思うぜ。双方片思い時代を含めると数年になるんじゃねえのかな。6年か。でっけえ月日だな。俺にとってのこの6年は何だったんだ？図体がでかくなっただけだな。親父との親子喧嘩で意地を張り合ううちに6年も経っちまったってだけのくだらない時間だったな。バトラの方こそどうなんだよ。彼女とかできたのかよ。さーて、どうだろうな。一緒に遊ぶ女の子は何人かいるぜ。だけど、オンリーワンって関係はまだねえな。俺がお子様なんだろうよ。誰かと二人っきりでいるより、みんな大勢でワイワイやってる方が楽しいように思えるんだ。ああ、そりゃなんともバトラらしいぜ。でも、女友達との関係はちゃんとしっかりしておけよ。女の思い込みとコミュニティは怖えぜ。勝手にバトラをめぐって暗闘が繰り広げられて、勝手に誰かが泣いたり傷ついたりしているかもしれないぜ。おかしいな。同じ忠告をつい先週、クラスの女から受けた気がするぜ。なんだってんだろうな。どうしてみんなで楽しく過ごせねえんだ。そうまでしてつがいになりたいのかね。バトラーがまだそういう相手に会ったことがねえからだろうぜ。まあ、おいおいそういう女に出会うこともあるだろうよ。気長に待つこったな。なんだよ、まるでお前にはもうそういう相手がいるみたいな言い方じゃねえかよ。お前はどうなんだよ。彼氏とかできたのかよ。え、私っかよ。いや、その…なんつー、わかりやすい反応だよ。見たところ、気になる男はいるけど、まだ告白もできてねえって、そういうところだろ。いや、その…そういうわけでは…うぜんぜ、私のことなんかどうでもいいだろ。話を振ってきたのはそっちのくせに。なんで俺が逆切れされなきゃならねえんだ。女って生き物は質問ばかりで、そのくせ自分が質問に答えることは決してないんだよな。ずるい生き物だぜ、まったく。告白はさ、一度はしたんだよ。まあ、その、盛大に空振りでさ。ごめんなさい。てか？いや、その、まあ、その、私がすごく一方的だったんで、面食らわれたというのかな。そういう対象だとも思われてなかったという雰囲気。そりゃあそうだろうよ。お前の言葉遣いは男勝りだからな。もうちょいおしとやかにしないと。男心をくすぐらないぜ。いや、やっぱりその私みたいな言葉遣いじゃ受け悪いかな。うん、まあその言葉遣いが全てじゃないだろうが、お前みたいな普段の言葉遣いが悪いやつが急にまともな言葉で話すように努力し始めたら、そのそういう気概みたいなもんでドキッときちまう男もいるかもな。そうなんだ。そうか、うん。ところで、ジョージの兄貴は使用人のシャノンちゃんと付き合ってるわけだが、まさかジェシカまでってことはないよな。え、
そういや、バラ庭園で挨拶したカノン君って若い子、口下手だからって。ジェシカ、やたらとかばってたよな。いや、そんなことは、勘ぐりすぎだって。じゃあさ、これだけは教えろよ。今、この瞬間、ジェシカが狙ってる男は、半径1キロ以内にいるか？いや、それは、その、どうだろう。人の恋路なんてそれぞれさ、一緒にいて楽しい相手とつがいになりゃいいじゃねえか。つがいってのは互いが互いを認め合う以外に何の許可もいりやしない。親がどうこう、家がどうこうなんて気にしたら負けだぜ。それを忘れるなよ。半端な気持ちで付き合うんじゃねえぜ。しゅ、恋もしたことねえくせに達観したようなことを言いやがって。恋は損得感情でするなよ。ハートでしろよ。俺が言いたいことはそんだけさ。んじゃな。See you again. Have a nice day. ジョージ兄さん、シャドウ、聞いて。パートだったらこいつ、また面白いセリフを言い出したぜ。何も言ってないって。なあ、茶化すな。いとこ同士ってのもたまにはいいもんだな。うん、マリアもいとこで集まるの楽しくて好き。そうだな、俺たちももういい年なんだ。別に親がいなくても会えるだろう。たまにはいとこだけで集まって遊ぶのも悪くないかもしれないな。それはいい提案だね。いつかそういう機会を設けてもいいかもしれないね。同感だね。私たちいとこはいつまでもずっと仲良しがいいよ。おい、そこを強調するとまるで普段の親戚同士の仲が悪いように聞こえちまうぜ。そうだな、ジェシカの言う通りだぜ。俺たちはいつまでも仲良しでいようぜ。うん、マリアも一緒、みんな仲良し。そうだね、うん、僕たちはいつだってみんな一緒だよ。みんな仲良しだよ。私たち何恥ずかしいこと言い合ってんだろうな。なんだか照れちまうぜ。でもとても大切なことだと思いますよ。人は願わねばいつまでも一緒にいることどころか仲良くいることさえ難しい生き物なのですから。そうだね、みんなが仲良くいられることを決して当たり前なことだと思ってはいけないね。うん、知り合いの魔女が言ってた、幸せはみんなが信じなくちゃ叶わないんだって。
確かにね、信じる力には魔法が宿るかもしれない。それを全員が信じたならきっと幸せを運んできてくれるだろうね。よし、なら恥ずかしいことのついでだ。私たちはみんなで信じ合うと誓おうぜ。みんないつまでも仲良しで、いつまでも幸せでいようって。おう、俺たちはみんないつまでも仲良しで幸せだ。それをみんなで信じようぜ。冷やせば風邪をひくこともある。魔女だ。自らの健康も気遣いたいのよ。マリアのね、腹が見つからないの。何度
探してもね、ここにあったはずなのに見つからないの。それが見つからぬ。そなたも魔女の見習い。魔法にてバラを探してみると、目だけで探そうとするうちはそれにははるかに及ばぬであろう。見つけられない。マリアも頑張って魔法で探そうとしてるけど見つけられない。魔法の修行にはちょうど良いかと思う。この風雨はそなたには少しきつかろう。わらわが特別に力を貸してやる。弟子の身を案ずるのは師匠の役割だからね。秘術、そなたごとき見習いにはまだまだ早いわ。身の程を知れ。よかろう、バラをよみがえらせる秘術。わらわが力を貸してやろうぜ。本当？ではそなたの心の力を集中させるがいい。目を閉じ、雨を忘れ、風を忘れ、方向するバラの魂を心の目で探すの。思い出してごらんなさい、バラ。そなたがどんな姿をしていたの。さあさあ、思い出してごらんなさい、バラよ。そなたがどんな姿をしていたのか。見る、聞く、そして信じる。肉の檻に閉じ込められた魂の力を解放する。そう、よいぞ。しばらの魂、今一度つぶ、そしてその姿を思い出すの。さあさあ集え、思い出すの。
派な花を思い出したようだ。だがこのままでは他のバラたちに混じってしまい、区別がつかなくなってしまうという。もう一つサービスしておく。印をつけておいてやったぞ。はあ、本当だ。すごい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 。ベアト、ありがとう。ベアト、ありがとう。マリアも早く魔女になりたい。ベアトみたいな大魔女になりたい。なれるとも、かつてのわらわは。そなたのように無邪気にそれを望む。遊びに再び付き合いに来たぞ。わらわの準備はすでに万端よ。そなたの方はどうなのか。今宵のゲームにかけるコインの用意は十分であろうな。無論準備は十分であるぞ、ベアトリーチ。駒はふんだんに用意したぞ。備えも心構えも十分だ。さあ、アンティを支払おうではないか。そなたに授けられ、最後にはそなたに全て返すべきものだ。さあ、受け取れ。気はせぬぞ。お前は私のものなのだ。永遠に。
どの上か。ずいぶん久しぶりになるな。わらわのことを覚えておったとは。そなたはつくづく忠義に熱い男よ。長いご無沙汰を頂戴しておりました。この牢の上、お嬢様にお仕えしていることを忘れた日などただの一日もございませんよ。それよりもお嬢様にこそ私をお忘れになられたのではないかとヒヤヒヤしておりました。何しろお嬢様は大層お忘れっぽくていらっしゃいますので。なるほど、確かにわらわは忘れやすいよ。そなたの皮肉を聞くまで思い出せぬとはな。お嬢様、これを。後宮金蔵より返還されました。後宮家当主の指輪でございます。指輪は再び主のもと。金蔵によるゲームの開始宣言、確かに受け取ったぞ。さて、今宵はどのようなお遊びになさいましょうか。早速ルーレットをご用意いたしましょうか。それともまずは紅茶をご用意いたしましょうか。どちらにしようか迷うが、とりあえずそなたの挨拶が必要であろうな。あやつめ、開いた口が塞がらぬというような顔をしているに違いないぞ。なあバートラー。はじめまして、自己紹介をいたします。ベアトリーチェお嬢様のおそばにてお仕えしておりますロノウェと申します。どうぞよろしくお願い申し上げますよ。ほらな、開いた口が塞がらないという顔であろう。当たり前だろ。またこんなわけのわかんないやつが出てきやがった。ヤギ頭が盆踊りを始めるのかとぼやいたら、ヤギ頭がうようよ現れて、太もも姉ちゃんたちが7人も出てきて、その上今度は7時まで出てきやがった。わけわかんねえよ。もういい加減にしやがれよ。ところでバトラー、気づいていたか。こやつとそなたの対面だが、これが本当の悪魔の証明であることを気づいたかな。あ、悪魔の証明だとはどういう意味だよ。こやつはこう見えても72柱に名を連ねる生粋の悪魔でな。つまりわらわは悪魔を直接連れてきて、まさにその存在を証明してみせたわけだ。ロノエは地獄に爵位を持つ序列27位の大悪魔よ。なかなかに使える男でな。高級で召し上げてわらわの世話をさせておるのだ。ご紹介いただけまして光栄です。地獄の貴族に名を連ねろ。今は卑しい人間の分際で、悪魔も裸足で逃げ出すような大魔女であられるベアトリーチェ様の家具柱として使えるのですよ。実に使える男なのだが、何しろ口のヘラのやつでな、時に主への敬いを忘れるのがたまに気づい。言葉遣いに関しましては契約書から漏れておりましたもので、そのように契約を変更いたしますか。わらわも退屈せぬからそれでいい。私もお嬢様のわがままに振り回されている身です。その意味では私たちは良き友人になれるかと思います。これは友情の握手です。もちろん悪魔の契約の締結を意味するものではありませんので、ご安心を。悪いが、俺はあんたの主と大喧嘩の真っ最中でね。俺が敵と握手をするのは雨の校庭でぶちのめし合って互いがボロボロになって交わす青春ドラマみたいなシチュエーションの時だけさ。覚えておきな。なるほど、
バトラ様と握手を交わすには十分な雰囲気作りとふさわしい場、そして心に響く甘い言葉と肉体言語の交わし合いが必要ということですね。機会を見てその場を準備いたしましょう。私にもそういうシチュエーションは大好きでございますよ。レアートの執事にぴったりのやつだ。お褒めの言葉を賜りまして幸運です。私は紅茶には自信がございますので、ティータイムを楽しみにしていらしてください。クッキーを焼くのが趣味でございますので、お茶菓子にもこうご期待をお願いいたします。さすがは同性同士だな。打ち解け合うのが実に早い。焼けるぞ。これはこれは、お嬢様に嫉妬させてしまい申し訳ございませんでした。お嬢様のお客人をこっそりつまみ食いなどいたしませんよ。それではこれより他の家具どもに再び家具頭に着任いたしましたことを挨拶してまいります。しばしの暇をお許しください。権限しているのは雑用のヤギどもと儀式役の七姉妹だけだ。挨拶も楽に終わる。おや、あの賑やかな七姉妹たちですか。やんちゃ娘たちも少しはおしとやかに成長したでしょうか。あれがおしとやかだってんなら、俺はおしとやかの定義を疑うぜ。そうでございますか。七姉妹どもとはもうお遊びになられたようですね。その表情から察するに、どうやら相変わらずのやんちゃぶりのようだ。メアトリーチェ様にお仕えするにふさわしい振る舞いをするようにといつも言っているのに、困った子たちだ。その意味でなら安心しろよ。実に主にぴったりなふさわしい振る舞いだぜ。そなたも言うようになったな。しかし会話は相手を認めるということ、わらわとの雑談に応じるようになったということ、そなたがわらわの存在を徐々に認め始めている証拠。たとえお天道様が西から昇ることがあろうとも、絶対の絶対絶対お前を魔女だと認定などしねえからな。泣いて俺の靴にキスしたら、もうちょい前向きに検討してやってもいいぜ。嬉しいことだ。この島にたった一人閉じ込められ、己の力を取り戻せず、誰に話しかけることもできなかった日々のなんと退屈だったことか。あの気持ち悪いやつがお前に似合いの執事だってことはよく分かった。だが教えろ、その執事がなぜ今頃になって現れた。権限しているのはヤギと七食いの姉ちゃんたちとかなんとか言ったな。どういう意味だ。うん、そなたは抗っておるが、わらわは劣気とした魔女だ。魔界に通じ人ならざる数多の存在と交流を持っておる。だろうな。お前の関係にはろくな連中がいねえぜ。ヤギの化け物に太もも姉ちゃんに、そして今度は悪魔の執事と来たわけだ。まさかとは思うが、この調子でまだおかしな連中が増えるってんじゃねえだろうな。わらわの荘厳なる黄金館に仕える家具どもと、そこへ遊びに来る悪魔たちがどれほどいると思っているのか。まだまだ訪れるぞ。
いくらでも現れるぞ。黄金鏡の扉を開き、すべての家具たちを呼び戻す。わらわはこの六軒島に新たなる城を建てるのだ。そして懐かしき友人たちすべてを招き、三日三晩を飲み明かし、踊り明かしてやるつもりよ。無論金蔵の一族たちも招くつもりでいるぞ。望めばそなたもな。つまりこういうことか。お前は長いこと力を失っていたため、そいつらを呼び出せなかったと。それで徐々に魔力が回復してきたため、次々化け物を呼び出せるようになったと、そう言いたいわけか。そういうことだ。そなたは最後の一戦でこそギリギリ踏みとどまっているが、その心はすでにぐらつき、わらわが魔女であることを否定できずにいる。その心のぐらつきがわらわの魔女としての力を少しずつ蘇らせているのだ。あの気色悪い筋が現れたの、俺が屈しかけているからだというのかよ。そうだ、そなたは少しずつ少しずつわらわに屈している。前回のゲームであれほどの屈辱を受けてまでわらわに屈服したではないか。そなたの背中はわらわの足を投げ出すには本当に良いものだったぞ。俺はお前を認めさえしなければ現状は維持できると思っていた。だがそれはどうやら誤解だったらしいな。そうだ、
方が屈服に近づけば近づくほどゲームはわらわに有利に傾いていく。チェスだってそうであろう。互いのキングを詰め合う過程でわらわたちは様々な駒を取り合っている。確かにわらわは未だそなたのキングを追い詰めてはおらぬ。しかしそなたはキングを逃すのに精一杯で、いくつもの大駒を失い、莫大なアドバンテージを失っておるわ。後の展開がわらわに有利に傾くのは当然のことよ。くそ。そなたはおそらくこれからも死に物狂いでわらわのチェックメイトだけからは逃れるだろう。だがその間にもわらわはそなたの大駒を次々に奪っていく。やがてはキング以外の全てを失い、どのような形でも逃れることのかなわぬ本当のチェックメイトを受けることになろう。前回そなたは機嫌を吐いたな。わらわを永遠に認めぬ以上、これはわらわを苛む永遠の拷問だなどと。永遠を語るのは無限の域に達した魔女だけよ。そなたにその資格など初めからないわ。隠し場所についてはすでに金蔵様が私の肖像画の下に碑文にて公示されております。条件は碑文を読むことができる者全てに公平に黄金を暴けたなら私は全てをお返しするでしょう。それではどうか今宵を金蔵様との知恵比べにて存分にお楽しみくださいませ。今宵が知的かつ優雅な夜になるように心よりお祈りいたしております。黄金のベアトリーチ。バカバカしい、取るに足らない悪質ないたずらです。まったくだ。親父殿が当主の指輪を手放すなどあり得るわけがないじゃないか。ベアトリーチ、その名を語れば右往左往するだろうという見えすいたいたずらだ。おいおい、ちょいとパンチの効きすぎたデザートを仕込んだのは誰なんだ。今なら喝采で褒めてやるから正直に白状をしろよ。ローザか。とんでもない、お父様の名を語るいたずらなんてしません。じゃあ姉貴か兄貴か。私？バカ言ってんじゃないわよ。兄さんでしょ、こういう悪趣味な仕掛けは。愚弄する気か。私こそお前たちに問いたい、このたちの悪いいたずらは誰の仕業なんだ。お父様から財産の全権を任せられたと称する謎の人物からの手紙、そして今日がそれを話し合うための親族会議であることを考えると、いたずらだと決めつけるのも早計だと思うわ。わからんで。まさにお父さんの悪趣味ないたずらかもしれん。自分抜きで遺産分配の話をまとめようとしているわしらをちょいと驚かせたくて仕組んだことかもしれん。こいつを仕組んだのが親父だってんなら、アリアちゃんが読み上げた内容は冗談ってわけにはならねえぞ。そうね、文面通りに解釈するなら、これはお父様からのテストね。魔女の碑文は私たち誰にでも解けるようにずっと広間に掲示されていた。告示期間は十分。最初に解けた人間に家督と全ての財産を渡すと、そう言っているわけよね。ほら、私たちの魔法叶ったわ。そんなバカな話はありません。後宮家の次期当主が夫であることは何ら揺るがない事実です。それを揺るがすのがこの手紙じゃない。この手紙はお父様に財産の全てを、
全権委任された人物からのメッセージなのよ。もはや兄さんの当主継承権は白紙に戻ったわ。魔女の碑文を解いたも、ベアトリーチェの黄金を見つけた者が後ろ宮家の次の当主になるのよ。バカバカしい。その手紙のザレ事を信用するのかね。その風浪が本物だとでも信用などできるものか。ならお父様に直接話を聞いてみましょうよ。もう機嫌が悪いからとか体調が悪いとかそんな次元じゃないわよ。この手紙はお父様の代理人であることを風浪でちゃんと示してる。それを疑うなら兄さんが証明しなさいよ。この手紙がお父様の意思のものではないって。よかろう。お前の言う通りだ。もう親父の機嫌不機嫌の問題ではない。上へ行き直接問いただそうじゃないか。そうしようぜ。親父に直接聞こう。親父も親父です。どうしてこんな回りくどい真似を。あ、そこが親父らしいんだがな。お父様の手紙だということを前提に話を続けてもいいのかしら。バカ郎さん、お父様の手紙に決まってんでしょ。あの手紙はお父様のなのよ。次期当主を私たち4人の中から選ぶための公平なチャンスに決まってるじゃない。バカ、死ね、この役立たず。ほんとローザって頭悪いわ。へそでも噛んで死んじゃえば。ごめんなさい。 そうよね、ごめんなさい。いたずらを大の大人がこれほどまで真に受けるとは。お父様でなくても呆れたい気持ちよくわかります。まあ、まあ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 、夏日さん、それはお父さんに聞けば済む話じゃないか。お父さんがその手紙は知らんって一言言ってくれれば済む話やで。兄さん、責任を持ってその手紙は知らないという一言を引き出すのよ。機嫌が悪そうだからってビビってる場合じゃないんだからね。いい年してお父様が怖いなんてバカみたい。へそ噛んで死んじゃえば。おう、はっきり白黒をつけようじゃないか。今頃は書斎で食事中だろう。一度箸を休めてもらおうじゃないか。決まりだな。行こう。キリエはちょっと待っててくれ。真偽を確かめてすぐ戻る。ありがとう。ゴーダさんがデザートを持ってくるのをのんびり待ってるわ。どいつもこいつもくすったるだ。そんな兄さんが欲しいかい。みんな、これは親たちの問題なんだ。僕たちには関係ない。だから気にしちゃダメだ。そうは言ってもよ、ああもあからさまに二足なったぜ。欲の皮が突っ張ってやがる。うん、みんなで幸せになるって信じ合わないとダメ。そうだね。僕たちはみんなで約束したもんね。ほら、バトラ君もジェシカちゃんも。はあ、最悪の気分だぜ。
お若い皆さんとは関係のないことですよ。忘れてしまいましょう。それができれやってるぜ。辛いのはわかるわ。でも今は忘れてあげて。あなたたちの将来を少しでも豊かにするため、みんなの両親は必死で戦ってるのよ。そしてやがて傷つき帰ってくるお父さんたちを、どうかそんな冷たい目で迎えないであげて。いくらキリエさんの頼みでもそれは難しいぜ。そう割り切れるなら子供なんてやってねえぜ。うん、みんな幸せ、暗くなるのダメ、信じて。みんなで幸せになれるって信じないと幸せが逃げちゃう。みんなで信じないとダメなの。いい話ね。私も信じるわ。私たちは幸せになれるわよ。ジェシカお姉ちゃんも信じて。ベアトリーチも信じないと魔法が力を持たないっていつも言ってる。うん。おお、キリエおばさんが信じてくれた。あとバトラとジェシカお姉ちゃんが信じないとダメ。二人とも強いもの。すぐに元気になってそうしてくれるわよ。うん。それより教えてほしいの。お、何？マリアちゃんにその手紙を渡したのって誰？肖像画に書かれている魔女の？うん、ガサと一緒にこの手紙もくれたの。そしてね、マリアのバラが折れちゃってたのを魔法で直してくれたの。ベアトリーチェは何でもできるすごい魔女なの。詳しく聞かせてくれるかしら。
マリアちゃんは一体誰にあの手紙をもらったんだろうね。ジョージ兄さん、それはもう聞いちゃダメだぜ。マリアがベアトリーチェにもらったって言うならそれでいいじゃねえかよ。これ以上マリアを泣かせたくないしな。この島には今18人しかいないんだよ。そこにこの雨の中、未知の19人目がマリアちゃんに手紙を託して今もどこかに隠れているというのは正直現実的ではないね。おそらくあの肖像画のドレスをシャノンあたりにでも着てもらってうまくマリアと口裏を合わせたってことじゃねえのかな。もっともマリアの場合、あのドレスを見たらそれだけでベアトリーチだと信じちまいそうだけどな。誰が渡したかなんてどうでもいい問題かもしれないな。大事なのは差出人だろう。要はじい様が黄金の魔女の名を語って人波乱を起こしたかったってことなんだぜ。まったく人騒がせなジジイだぜ。マリアの純真な心をもてあそびやがって。手紙を渡したのが誰でもいいさ。マリアがベアトリーチェにもらったって言うんだからそういうことにしてやろうぜ。同感だよ。そうしよう。子供にとってのサンタクロースみたいな存在がマリアちゃんにとってはベアトリーチェなんだろうね。いない19人目もサンタクロースも俺たちが認めてやれば、それは少なくともマリアの中ではいるということになるわけだ。なるほど。子供の夢を守るための嘘って大事だな。あ、どうしたんだよ、ジェシカ。まだ腹を立ててるのかよ。あ、ごめん。いやさ、実はマリアが会ったのは本当にベアトリーチェだったってことがあるんじゃないかな。そりゃどういう意味だよ。この島に19人目の人間がいるって言いたいのか。マリアちゃんの言うことを心から信じたならそういう答えに行き着くだろうね。いや、そういうのじゃなくて、昔からこの島には私たちの知らない誰かが住んでるんじゃないかって話はあったんだよな。住んでるってどこに。森の中にさ。Thank you.